何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなけりゃ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、キリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や。どけどけ。おりゃ。ありゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや。なんでやねん。なんで動かへんねや。うわいや。おいおい大丈夫か。うわいや。やめた方がいいのか。うわいや。うわいや。いや。動けやくれ。動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。
おい。ああ、どちらまで？それでは。獣の人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。
その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええつらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人工派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。わかった。今度は一切の邪魔はなしや。サシの勝負や。ああ、少しは落ち着いたか。ええ。交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だから神室町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。
そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ郷田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどいや。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっさいボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。嘘。何？
さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やで、な。はい。ありがとう。やめや。備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さ、飯でも食いに行こうか。ええ仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリュウちゃん、後のことは任せたで。ほんな。そやキリュウちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ、どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら佐山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだこんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少しキリュウに話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と郷田隆二の経歴だ。郷田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか。佐山薫と郷田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの、そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課署に警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。あ、どうして本庁の四課長がここへ。例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの。全て解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった。府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの。どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人。そうだ、奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの。カムロ町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。カムロ町ヒルズのことか。おそらく。あなた行くの。ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何。私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが
俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ。今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、わかった。何？ええ。何？うん。ああ、ああ。さあ行くか。それでは出発いたします。さっきの佐山の態度気にならなかったか？ああ。関西で何かあったんじゃないのか？それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。誰もいないようだが、これはどうしたんだ？これは佐山か？これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。
心を許した私がいけなかったのよ。それだけあなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。佐山。